はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしでね、車の中動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は病院に来ております。先週の予防接種から1週間が過ぎたので、今日から怒涛の予防接種計画が実行されると思ってたんですけど、なんと今日は歯医者の日でした。勘違いでしたよ、本当に。来週も病院あるから、あ、注射やなーとね、勝手に思ってたんですけども、カレンダー見たら大きな字で歯医者と自分の字で書いてましたのでね、前回の動画で啖呵切ってたんですけども、恥ずかしい姿を見せてしまってました。なので今日から数えて、来週から毎月1回でね、予防接種計画が実行されます。はい、なので今日は、まあ、歯医者ということですけども、最近はね、こうインフルが本当に増えてきてますので、皆さんもマスク生活をそろそろ始めようかと検討し始めてる頃でしょうか。ということでね、今日はマスク生活にて及ぼされる、まあ、そのいろいろな問題の中でですね、マスクによる口腔被害のお話をしていきます。いろいろね、被害があるんですけどね、まあ、特にね、口腔被害というカテゴリーに当てはまるんじゃないかな、今日のお話はと思ってますんでね。はい、ぜひ皆さん、最後までお聞きください。マスクの生活がね、浸透してきた、まあ、ここ3年間でですね、感染症をね、回避できることが、まあ、こう証明されたんですけどもね、昨年度、去年ですね、去年には少し全国的に慣れ始めているということがね、生じてきたりとか、マスクなんて意味ないんだよと、ねえ、まあ、そんなようなことなどなど、様々なね、アンチマスク情報というのがね、はびこったためにですね、2年前から比べると、去年の1年間というのはですね、インフルが急増したのをね、まあ、皆さんもね、まだまだ記憶に新しいと思います。で、それが引き金と言いますか、引き続き今年もですね、今にも1年前のインフルの感染者数をですね、上回ろうとしております。怖い。で、そのね、背景としましてですね、この2年前まではマスク生活をしていたら、インフルとかね、他の風邪などの症状の感染症ってあるじゃないですか。あれら辺がですね、もうぐっとね、こう少なかってですね。で、それと同時に、マスクとの、着用期間というのがね、長くて、これね、ほんまにその、意味あるんかなーって思うのはわかるんですけども、マスクすることによって、体全体の免疫力が下がってしまっていたんですよ。ね、考えられています。ね、大変ですよね、そうなったらね。まあ、それね、今までもいっぱい言われてきてることなんですけども、で、そしてそれがね、特に口腔被害と関係していまして、それはね、そのマスクをすることによって唾液の分泌、ね、口から出る唾が少なくなってしまっていたことがね、これが最大の理由となってしまっています。唾液ね、散々言ってきてますけどもね、やっぱりね、まあ、大きい原因でこれなっちゃうかなと思ってるんです。ね、それはね、僕だけじゃありません。いろんなね、病気系 YouTuber の人たちが、言い方悪いな、こう医療系 YouTuber のね、本当にこの先生たちもですね、そうやって言ってはりますのでね、それは、ちゃんとしたことなっちゃうかなと、ね、思うんですよ。でね、その、まあ、唾液がね、少なくなってくると、口腔内のね、健康に影響が出る可能性が本当にあるんです。唾液というのは歯の健康の維持とかね、食べ物の消化、あと口臭の予防にもね、重要な役割を果たしているんです。
でまたその唾液にはですね、細菌とかウイルスを排除するための抗菌作用もあります。したがってですね、唾液の不足というのはね、歯の、酸蝕ね、酸に侵されて腐食してしまうとか、と感染症のリスクを増加させてしまう可能性があるんですよ。まあ、歯の腐食って言ったら虫歯のことなんですけどね、唾液が不足してきたら虫歯になったり感染症のリスクを増加させる可能性があるんです。で具体的にはですね、唾液が不足することで口腔内の酸度がねちょっと上昇してですね、歯にはねエナメル質というものがあるんですけどね、歯をコーティングしているエナメル質というのが、まあ、皆さんにも存在するんですけども、それ自体がねふわーっとね溶けやすくなっちゃうんですよね。でこれによって虫歯の発生リスクが高くなるんです。でまたね、唾液に含まれている抗菌物質が不足してしまうと口腔内の細菌の増殖がね抑制されずにですね、口臭とか歯周病ね、まあ、虫歯ですよ言ったら、それのリスクもね増加する可能性があります。で、次はね感染症においてもですね、唾液にはですね、先ほども言いましたけどね、ウイルスや、ね、細菌に抵抗するためのですね免疫物質も実は含まれておりまして、唾液の減少がそれらの免疫機能を低下させてね、感染症、口でとどまってるね、病原体がね、口の中で処理しきれずにね体の中に入ってくるという抵抗力がね弱まる可能性があるんですよ、うん。まあ、ただしですね、これねマスクの着用というものが唾液の分泌にね、まあ、直接的な影響を与えるかどうかについてはですね、実は科学的な研究がね必要となってくるんですよね。だからそこまで証明されてないということなんですよ、科学的にはね。でそれにね、唾液の分泌量というのはね、あんまり個人差がありますのでね、様々な要因が影響を与えるためにですね、マスクだけがそういうなんだよというふうに一概とはね言えないんです、うん。しかしね、皆さん経験あると思います、マスクをしていると、マスクの中で無意識にね、口をね、パカッとこう開いてしまうという人がね、多くなってるんですよ。皆さん、無意識なんでね、あんまり経験ないと思うんですけども、経験じゃない、こう意識がないと思うんですけども、口が開いてしまっている人が多いんですよね。で、これについてというのはですね、マスクをしている際にやっぱ口をね塞いでるからというのもあるんですけども、これねマスク自体の通気性の低いものをね使ってる場合に結構息苦しさを感じることがあるので、その時によく見られることがあるようです。まあ単純にねマスクで口や、ね、鼻をこう塞いでしまってるから息苦しくなるのはまあまあ考えられますよね、うん。でその感覚がね無意識にあるからして口をね、開けてしまうことで通気性というものがもうそもそも改善されて、もう呼吸がしやすくなる、息がしやすいぜというふうになってなるからだよという理由が挙げられています。うん、息苦しいんですよ、ね。ただしこれもね、これもなんですけども、口を開けること自体がですね唾液の分泌自体に直接的な影響を与えるかどうかは本当に一概には言いません。これも科学的根拠があるわけではありません。しかしですね、口を開けてるともちろんのことながらね、口呼吸の回数が多くなってしまって口の中が乾燥しやすくなるじゃないですか。なるんですよね。喋りすぎたら口乾くって言うじゃないですか。その状態なんですよ。その状態と一緒なんですよね。僕も今ちょっと口乾いてきてますけども、ほんまにでもこれも個人差ありますけどもね、マスクをしてると口が開いてしまうという人はもう気がついたらそろそろはっとね口を閉じるように、ね、心がけてみてください。そうすると、まあ、簡単なことですけどね、そうするとね唾液の量が増えるかもしれませんのでね、はい。まあ、そんな感じでマスク被害についてのねお話でございましたけれどもね、皆さんいかがだったでしょうか。僕はねこのメガネをしているのでね、マスクで口呼吸をするとね呼気ね吐息呼気ね吐く息がですね、それの排出量が増えるわけですよ。増えることによってメガネがね曇っちゃうんだよというね
被害がありますよね。これ被害ですよ、うん、マスク被害、うん、メガネが曇るのが一番の被害なんじゃなかろうかとね、豪語しているところでございますけど、それちょっと置いといてですね、まあそれがあるから意識して僕は口を閉じるようにしております。でもまあ口の状態、歯の状態というのはね、いい子によくならないんですけど、またそれはね、白血病による、免疫抑制剤の関係なんかなと思います。はい、本当にね、マスクってしてたらね、鼻との隙間、マスクと鼻との隙間からね、呼気がね、ふーっとね、上に漏れるんですわ。まあ鼻が高いからかな。はい、ね、まあそれはいいんですけども、まあそんな感じでそろそろ時間なのでね、行ってまいります。歯医者です。はい。で今日はね、前回の歯型を取ったことによる銀歯がね、完成していることだと思いますので、今日はそれを言えてもらってきますと思っております。はい。でまた何か問題があったらね、歯について問題がありましたら報告させていただきます。そんな感じで今日は以上です、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。